ソフトバンクの谷川原健太捕手が5日、みずほぺーペー内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、現状維持の1500万円でサインした。今季は1軍デビューした21年以降では自己ワーストの4試合の出場にとどまった。来年は10年目でラストチャンス。ここを逃したら終わりと分かっている、と開幕スタメンマスクを目標に定めた。本来は内外野を守れるユーティリティープレイヤー。 だが国母監督の保守一本で経験を積ませるという方針のもと2軍のレギュラー保守として74試合に出場。場数を踏んできた三笠杉彦 GM は1軍での力がないわけではないが球団としてのプランがあったので出場試合数が少ないから年俸をダウンするのはフェアじゃないと現状維持を提示した理由を説明した。 今期は主に甲斐拓也捕手と運の高史捕手のキャッチャー二人制を取っていたソフトバンク。その甲斐は国内 FA 権を行使、去就が不透明な状況だ。同 GM は、そういうことも見越して、じっくり腰を据えて捕手を育てることになった。あらかじめ甲斐の去就を、明確に見込んでいたわけではないが、事実として、FA 権を取って1年契約ということもあった。 海選手が残るにせよ移籍するにせよ、次世代の保守を育てていくことは、やっていかないといけないことだったという判断。戸谷に2軍で経験をつます